あれはこつ音聞こえてたら手を挙げてね。いやもう最悪だよ本当に。聞こえてる？いやニコニコのコミュニティ爆破されたっぽい。今から家に帰るわ。手荷物をお引きください。無理なご乗車はお願いします。せっかく900人まで行ったんだけどな。でも激おことかも、でも怒る気力もないんだけど俺。運営に消されてるんじゃないよ。自爆の場合はどんな場合でも無理。前にそう言われてる。もう最悪だよ本当に。だから一回消えたもんは取り返せないから。最悪。ファンじゃない。彼女に LINE アカウントがハッキングされて、で、なんかリスナー同士が喧嘩してんだよ。もうふざけんなよ。彼女が爆発したのはもう確定だね。あの LINE、 俺の LINE 勝手にログインして、あのなんか気に入らない女リスナーとかに暴言吐いてブロックしまくってて、でニコ生も爆発された。だから今から家帰ってちょっと状況を確かめるわ。ほんとついてねえしよ。いやきついよ。これからだったのにな。せっかくリスナーさん安定し始めてたのに。いやだからパスワード全部変えるために今は家へ向かうんだよ。っていうか家燃やされてねえか心配なんだけど。家燃やされてるか絶対荒らされてんだけど。多分俺の家に家の鍵渡してあるから。で俺のパソコンからログインして爆発したんだよねあいつ。だからじゃねえよ、おめえも煽るからだろうがよ。いや、もう多分 LINE ブロックされてる、俺の LINE 出ない。 Twitter もブロックされてるもん。いや、釈迦が心配だよ。とにかく急いで帰らないと。パスワード変えてなかったんじゃなくて、俺のパソコンからログインしてんだよ多分。だ部屋にいるんだよ多分。あ、大丈夫大丈夫大丈夫っつうか、釈迦が心配。釈迦と家がどうなってるか心配。絶対部屋に入ってるから俺ので、俺の部屋に入って多分全部アカウントログイン状態になってるから、それで爆発してたんだと思うんだよね。で俺のパソコンで LINE 使ったんだと思う。おばっちりじゃねえよ、おめえも原因あんだろうがよ。あ、なんでこっちじゃないの。もうさ、
最悪だよ。とにかく今から家帰るからどうなってるかちょっと怖えわ。いやコミュニティだから消されたんだよ。彼女にハッキングされた。今ピリピリしてるから煽るのよ。なんだけどホームページは生きてる、うん、逃げてる可能性あるぞ、うん、いや多分減らってると思うんだよねあいつ。あとすぐ家着くわ。あと3分で家着くわ。いやなんか女性リスナーと喧嘩してたんだよ今日 LINE で。俺が仕事してる間に。いや参ったな。ツイッター赤消した。お疲れ様です。なおたくさん最悪だよもう。なんで一番大事にしてるもん。あいつは分かってるはずなんだよ俺が一番大事にしてるもの。なんでそういうことすんだよ。もう訳分かんねえよ。許せねえよマジで。応援してたのにね。さすがに被害届出すっていうか釈迦が心配。家燃やされてねえか心配なんだけど。あもう家着くわ。帰るとき気をつけろよ。いやーちょっとひどいよな。ニコ生のコミは絶対運営元に戻してくんねえから最悪だよ。あ、とりあえず家大丈夫そうかな。家大丈夫かな。あ、社会なんだこれ。なんだガーリックって。なにこれ。なにこれ。ガーリックって。なんでガーリックがここに置いてあるの。
何ニンニク意味わかんねえんだけど超怖えんだけど鍵開いてねえな坂井生きてるか坂井生きてるわいや荒らされてねえわあるわ。ああ、彼女家に来てるわ。ああ、家に来てるわ、絶対。100% 来てるわ。さか、のんたん来てたろ。いねえよな。とりあえず家には今誰もいない。さか、大丈夫。さか、のんたん来てた？あ、来てた。よかった。ひとまず安心だわ。ちょっとじゃあふわっち行くわ。ちょっとふわっち移動 OK？ ふわっち行くわ。ちょっと状況確認する。餌にニンニク？ノンタンの形跡はこれ。これ家になかったから。これは後で説明する。なんで切手とかこれがあるのか説明するから。ノンタンは必ず家に来てる。俺がいない間に。うん。ふわっち行きます。ふわっち行きます。あ、PC 壊されてるかもしんねえ。ちょ、待って、PC がついてねえ。あ、100% 電源。100% だわ。電源落ちてるもん。あいつ PC いじったわ。100% だわ。うん。電源落ちてるし。あいつこのパソコンで、コンバカしやがった。コンピューターの管理なんかいじってんな。コンピューターの管理とかだから、多分こっからパスワード抜いてるんだわ。あ、なんかいじってるわ、あいつ。パソコンめっちゃ詳しいから。うわ、最悪。あ、ニコ生消されてるわ。あ、マジかよ。最悪だわ。最悪。ふわっちは消されてる？あ、よかった。ふわっち消されてねえわ。マジかよ。あれ？あれ？ふわっち。あれ？固まった？プラグインを停止？何？ちょっと待って、プラグインってなんだよ。うわぁ、配信できないようにしてる。あ、できたわ。ちょっと、ふわっち行きます。ふわっち行きます。みんなお疲れ。ふわっちで説明するわ。おつ。ああ、最悪だよ、マジで。前はどつ。ロハコさんからだ。もしもし。あ、もしもし、ロハコさん。あ、窓です。あ、なんかすごく音声小さいんですけど。あ、ごめん。今スピーカーフォンで話してる。ん？スピーカーフォンで話してる。どうした？なんかすごくちっちゃい声だけど。あ、スピーカーで話してるからちょっと遠いの。
スピーカーにしてあるんだけど、小さいんだけど。俺の声が？もしもし、うん、スピーカー、ボリューム最大になってる。俺の声聞こえない？すごくちっちゃいけど。これでどう？全然ちっちゃいよ。1ぐらいかな、ボリューム1ぐらい。かけ直すわ。スカイプでかけれる？スカイプで、あ、ちょっと待って、LINE でかけ直す。うん、LINE でかけ直して。うん。うん。ちょっとごめんね。ロアコさんと話すから待ってて。もしもーし。聞こえる？音声大丈夫です。うん、どうしました？いや、米爆発されたっていうから、なんでかなと思って。あ、いやね、午前中彼女が、俺の LINE ハッキングしてたんだよ。うんうん、で、ニコ生もやられたっぽい。ツイッターのさ、うん、アカウントのパスワードは今すぐ変えといた方がいいと思う。そうだね、今全部設定するわ。うん。ホームページの。うん、全部変えとく。全部変えないと全部やられる恐れがある。うん、ありがとう。うん、うん、あ、心配してくれて電話かけてくれたんだろう、お子さん。あ、ありがとうね。うん。うんうん。今ちょっと、設定するからさ、すぐ。ありがとう。うん。うん、うん。じゃあ、またね。うん。あ、ロアコさん、あと、ヌマップ、楽しそうでおめでとう、復活。あ、ありがとう。うん、すごく嬉しいよ、ロアコさんが生き生きしてて。あ、そうだね。うん。ちょっとハードだったけどね。そっかそっか、ね。うん。ありがとうね、ロアコさん。すぐ変えた。うん。変えた方がいいよ。うん、今変えるわ。うん、うん、うん、うん。うん。じゃあ、お疲れ様です。うん、お疲れ様。うん。はい、みんなお疲れ。ちょっと今パスワード変えるわ、ツイッターとかの。ちょっと待ってて、ツイッターのパスワードとか全部変更する。怖えから。参ったね。うん、急いでやるわ。ツイキャスとツイッターはとりあえず変えれば大丈夫か？あとふわっちか。いやーもう、なんでこんなことすんだよ。なんでだよ。悲しいよ俺。マジで。マジでちょっとショックだわ。うん、今変えます。あ、もしよかったら、ふわっちの方もフォローしといてください。よろしくお願いします。設定で変えるんだっけ？パスワード。パスワードどこだ？パスワード変更どこだっけ？パスワード。どうしようかな、パスワード。理由は、ミュールと喧嘩してたんだよ。ミュールと喧嘩してたの。それが原因。で、なんで私のことかばってくれないの？みたいになってたんだよ。参ったよ、本当に。俺が一番大事にしてるものは分かってるくせにさ。だから、俺も彼女と話できてないんだよ。彼女とまだ話できてないの。あと何がある？ツイッター今変えただろう？二次被害を防ぐためにはまずは警察に被害届け。その後、のりこさんに訴える方がいいよ。いやー、
いや、でも、酒場無事でほんとよかったわ。久しぶり。マジ参ったよ。ニコ生は。どうしよう。あと何がある？ツイキャスのアカウントも変えるか。パスワード。ツイッター、ログアウトして、ログイン。とりあえずパスワード、あ、花火ありがとうございます。カード情報などパスワード抜かれてる可能性ある。カードとかも全部一緒だから変える今全部。あ、でもね、お金とか盗むことはないと思う。俺金持ってないから。パスワード変わったら OK。訴えても警察相手にしてくんないんじゃね？いや、いいよ。自分の女のことだから、訴えたりはしないけど、自分の女だから、そういうダサいことはやんないけど、パソコン人に触らせるのダメだな。いや、マジで懲りるわ、こんな。パスワードが違う？なんだこれ。え？パスワード変えられてる？ツイキャス。え？パスワード変えられた？やべえな。え？パスワードキャス。もう、ハッキングされてんのこれ。やば。うわ、もうパスワードノンタンの方に変えられてるかもしんない。やば。うわ、変えられてるパスワード。マジかよ。え、どうしよう。え？うわ、怖え。パスワードもう上書きされてんだけど。やばくね？キャスどれだ？あ、ちげえわ。これ俺が間違えたんだ。キャスは OK だわ。キャスは大丈夫。キャスは大丈夫だった。ね、ニコ生のコミュ爆破された。ニコ生のコミュ爆破された。よし。キャスは OK。で、キャス OK でしょ？次はなんだ？あとは、あとなんだ。Google か。Google 変えます。いや、もう最悪だよ。900人までせっかく集めたのに。ごめん、とりあえず今一番影響力持ってるの、このふわっちのサイトだから。ふわっち登録しといて。ふわっちとキャス登録しといてくれれば、とりあえず大丈夫。Twitter フォローと。花火ありがとう。いやー、警察訴えるとかそういう問題じゃないと思うんだけどな。Google のさ、彼女だね。彼女がさっきまでこの家にいたんだよ。てか、鍵は？家の鍵、私のまんまでブロックされてんだけど。いや、マジショックだよ。泣きそうなんだけど、本当に。俺が何したっつんだよ。マジ泣きそう。ロハコさんから着信？なんだろう。もしもし。もしもし。もしもし。念のためさ。うん。パソコンロックかけといた方がいいかも。あ、パソコンにもパスワードかけた方がいい？そうすればパソコンいじくれなくなる。ああ、オッケーオッケー。坂の安全はちょっと、どうにかしないと。うん。坂の安全を先に最優先で確認したってことは、坂寝られたら困る。うん。坂は大丈夫、元気。いや、だって家の鍵を持ってるから。だね。うん。うん。うん。
じゃあほら植木持ってきてくれたリスナーさんとかいるじゃん。いるいる。だから一時的に預けるとかね。うん。あの出かけてる間とかね。うん。いや、鍵取りに行くわ俺。あの、うん、女の家に今から。開けてくれるかわかんないけどさ。うん。うんうん。彼女の家リアドする今から。うんうんうん。うん。気をつけてね。うん。いいよ。うんうん。うん。じゃあ、ありがとう。ということで。はいよ。はい。またね。はい。いや、超絶メンヘラなんだよ、彼女が。超絶メンヘラだから、あの、前回もこういうごたごたがあったんだけど、まさか、あの、こんなことになるとは思わなかった。スペア作られたら終わり。いや、作んねえだろ、さすがに。今から行った方がよくねえか。あとなんだ、ちょっと待って、とりあえずパスワード先にやるわ。Google アカウント。Google ってパスワード変更できる？ Gmail とか。Google アカウントってどうやってパスワード変更するんだろう。スペア作ってる可能性高い。鍵は変えた方がいい。いや、金ねえもん、そんな。とりあえず鍵は返してもらわないと。そんな金がない、俺。ちょっと待って、Gmail のアカウント変えるから。なんだよ。ていうか、ちょっと、その前に一回ちゃんと話したい、なんでこんなことしたのか。変更できる？どうやってやるんだろう。あいつ、俺が一番大事にしてるもの分かってるはずなのよな。リスナーの個人情報とかは大丈夫だと思うけど、ぶっちゃけた話、彼女は、あの、IP とかで住所特定とかめちゃめちゃできる子だから、あの、俗に言うもう、2チャンネラーの敵に回すと超おっかないタイプだから、あの、IP とかは、あの、抜かれる可能性はあるよ。その、なんだかんだ。アカウントを設定？あの、俺しか見れないやつにしてるから大丈夫。リスナーさんの住所とかは。あの、部屋とかにほっぽっといてないから、それは大丈夫だよ。お菓子ありがとう、なぎたん。いや、参ったな。だから、そこは、大丈夫。アカウント、個人の、セキュリティ？パスワードの管理、これだ。ログインとセキュリティ。ログイン、パスワード変更します。ジャックプレゼントありがとう。新しいパスワード。よし。パスワード変更 OK でーす。このパスワードを変更したんじゃ。お菓子プレゼントありがとう。どうすればいいかな。マジ参ったな。こういう時は被害者が男だとまず警察は動かない。そうなんだよね。いや、警察とかには駆け込む気ねえけど、さすがに。なんでこんなことしたのか、ちゃんと話はしてよ。LINE もパスワード変えた方がいいかな。月末なのにね。昨日まですげえハッピーな気持ちだったのに。ごめんね、なんか、いきなりオープニングでこんな嫌な思いさせちゃって、リスナーさん。男よりやばい。ごめんね、みんな心配かけて。LINE のパスワード変更ってできるっけ？とりあえず LINE とフワッチ変えるわ。ログインできないようにしないと。アカウント、プライバシー管理かな？どれだろう？パスワード変更。マーク、なんかあったの？いや、ニコ生は彼女に爆破された。で、ハッキングされてんだよ、今。
どうしよっかな。ログイン端末、アカウント削除、メールアドレス変更、パスワード変更ってどうやってやんだ。要するに真実を知りたいんだよね。それは必ず心配してる僕らにも報告してください。いや、ていうか配信上でやる。だからこれは、だって、なんつーの、900人のさ、俺のリスナーがいるわけじゃん。そんな納得いかないでしょ。今まで応援してた900人は。喧嘩した、してない。設定、アカウント、メールアドレスね。OK。LINE は、設定、アカウント、メールアドレス。違う。あ、パスワード変更あった。ありがとう。パスワード。うん、新しいパスワード。パスワード変更できました。OK。パスワード変更できた。できた、OK。配信はしない方がいいと思う。まずは二人だけで話し合うべき。うん。はぁ。あ、ありがとうございます、なおとくさん。すいません、トラブルでせっかく来ていただいたのに。とりあえず、ふわっちも変えるか。ふわっちのパスワード。まあ、今配信できてるから、とりあえず、ふわっちで外配信すっか。多分ね、彼女ね、この近所にいるはずなんだよね。帰ってるかもしんないけど、車確認してくる、近隣の駐車場に。なんでミュールさんと喧嘩になった？いや、極端な話言うと、原因は匠さんなんだよ。匠さん、いる？今回の痴話喧嘩、匠さんが原因なんだよ。匠さんマジで、ちょっとうちのマネージャーちょっと、マジで詰めるから、後で。匠さん見てる？これ、匠さんちょっと話してないけど、実は匠さんが原因なんだよ。匠さん、マネージャー見てる？なんだこれ。こんなのどうでもいいんだよ。なんだこれ。しょうもない。これが原因なんだよ、これが。これが原因なの。匠さんがこの前ギフトでこれくれたんだよ。匠さんがこのキーホルダーをくれたら、ね、欲しい人誰かあげるよっつったの。このキーホルダー、誰か欲しい人いたらあげまーすって、ちょっとネタで言ったのね。たくみさんが俺にプレゼントしてくれたんだけど、なんかのアニメのキーホルダーなんだけど、そしたら、ね、昨日か一昨日だか忘れちゃったけど、ミュールの娘がこれが欲しいんだって。ミュールの娘がこれ欲しいって言って、だから今日取りに来るっていう話だったの。で、俺は、そのやりとりを LINE でミュールでやってたんだけど、その彼女がそれ見てたのよ。彼女が横でそれを見てたのね。で、なんか、ミュールと二人っきりで会うのみたいなこと言い始めて、嫉妬が始まったんだよ。で、今日なんか、朝いきなりなんか、ミュールと二人っきりで会うのやめてって言ったから、いや、俺はめんどくさいから、郵送するのめんどくさいから、それめんどくさがりいいだから、じゃあ、のんたんが郵送してよって。ミュールの家にのんたんが郵送してって。そしたらそれでいいからって。だから、俺郵送するのめんどくさいから、ミュール取りに来るって言ってるから、それでいいって言ってんのよ。じゃあ昨日ね、ケバブ屋さんに行ったんだよ。昨日外配信表参道でやってて、竹下通りのケバブ屋さんに行って、ケバブ屋さんに行ったらなんか渡されたんだよ、これ。うん。そう。で、まあ、それを置いといて、だからこういう郵送のセットが、だから俺の家にあるのよ。切手とか。だからもう彼女が家に来たのは明白なの。で、ミュールと、彼女が喧嘩したのよ。なんか彼女がなんか、なんでそんなリアドツとかで、別に私、そんなつもりじゃないよみたいな、浮気とか別に色恋とかじゃないよって言って。そしたらなんか、お前年齢いくつだよみたいになって、いや47ですけど、つって、ミュールさんはいくつなんですかって。私は40いくつだよってなって。
なんか女と女のなんか激しい罵り合いになったんだよ。うん。で、激しい罵り合いになって、で、なんか喧嘩したの。そしたら彼女が俺の LINE をハッキングして、なんかミュールとかをブロックしたりとか、クソババアとか LINE 書きまくって、で、なんか、もうとにかくなんか、ノンタンが彼女が気に入らないリスナーをブロックしてたの。でも俺仕事中だったから何もできなかったの。で、仕事終わって、あ、ちょっと心配だなと思ったら、彼女は連絡つかないし、なんかリスナーさんが連絡来て、米爆発したのって言われて、ニコ生のコメ爆発されてたんだよ。だから、たくみさんの原因なんだよ。このキーホルダーをめぐって、このキーホルダーをめぐって、二人の女が和道を取り合ってるんだよ。もう、たくみさんガン詰めだわ。たくみさんに電話すっか。たくみさん詰めよう。これ完全にたくみさんが悪いでしょ。たくみさんに電話しよう。詰めるわ、たくみさん。たくみさんが悪いでしょ、これ。どう思う？みんなたくみさんが悪いと思わない？俺の側近が招いた事件だから、これ。いや、たくみさん悪いでしょ。うん。たくみさん詰めるわ。うん。もしもーし。もしもーし。たくみさん、たくみさんのせいで大変なことになってますよ。何が？え、放送見てないんですか？いや、途中からだけど、何？たくみさん、たくみさんがキーホルダーをプレゼントしたことによって大荒れですよ。なんで？いや、だから、たくみさんがキーホルダーを、こう、僕にプレゼントしたじゃないですか。中二病のやつ。中二病のやつ。それで、ミュールがそれを欲しいっていうのが発端なんですよ、今回の喧嘩は。マジで？マジですよ。キーホルダー戦争ですよ、今回のコミ爆破は。キーホルダーってもう、100円ぐらいのもんだけど。100円、この100円のせいで俺コミ爆破されたの。なんでそんなに、キーホルダーだけでそんなに大喧嘩になるのよ。100円でコミ爆破されたの。だから100円でコミ爆破なの。このキーホルダーをめぐって今壮絶な争いをしてるんだよ。だから、そのキーホルダーが、おう、どうしたいわけ？これ、ミュールはこれが欲しいの。ああ、はいはいはい。で、ノンタンは、二人っきりで会わないでって、嫉妬するから、リスナーさんと二人っきりで会わないでって。で、そっから、俺がめんどくさいから、じゃあ、ノンタンがこれ郵送でミュールに送るようにしてよって、俺は仕事中だったからぶん投げたのよ。仕事中じゃ対応できないじゃん。その時にミュールとノンタンが喧嘩しまくったのよ。壮絶なお前いくつだよみたいな、なんかお姉さん同士の戦いが始まったのよ。まあ、同年代の戦いが始まってましたね。そう。泥沼の。で、俺が LINE ハッキングされて、コミュ爆破になったっていう、そういう一連の流れだから、リスナーさんはみんな匠さんが悪いってことになってんのよ、これ。匠さんがこれを送ったことによって、すべて俺のアカウントを失ったことになってるから。マジで？だって、うん。そのネタ仕込んだの1ヶ月前だぜ。このネタ、え、なに？このネタ匠さん仕込んだの1ヶ月もかけたのこれ。1ヶ月前だよ。国会の前から仕込んでたのに。え、匠さんこれ、1ヶ月も前から仕込んだネタだったの？そうだよ。温めたんだよ。マジかよ。全然面白くねえじゃねえか、匠さん。なに？じゃあなに？匠さんの台本なの今回、これ。ここまで、絶対ここまで発展することを予期して、このキーホルダーを仕掛けたの。じゃあ、たくみさんの台本でしょ、これ。いや、そんな台本組めたら神だね。とりあえず、これをミュールに渡すところから始めるわ、俺。外配信で。ちょっと今日長くなるから、配信。マジで？そんなキーホルダー、どこでも売ってると思うんだけど。じゃあ、とにかく、ミュールの娘はこのキーホルダーが欲しいんだって。うん、とにかく、このキーホルダーをまずミュールに渡す。で、モンタに会いに行くっていう感じで、どう？今日の流れは、配信の。まあ、それで OK じゃないですか。リスナーさんが OK だ。リスナーさんが OK かどうかわかんないけど、ちょっとリスナーさん相談してみるわ。了解。ちょっとこの件については俺、たくみさんをガン詰めするから。マジで？キーホルダーの件については。今回了解。わかった。じゃあ、お疲れ。はい。
たくみさんの台本だな、これ。とりあえず行くか。ちょっと待って、ふわっちのキャス用のやつダウンロードするから待って。なんかね、ふわっち配信ね、できないんだよね。ちょっと待って。とりあえず原因はたくみさんだから。たくみさんが悪いかどうか置いといて、原因はたくみさんだから、今回完全に。ふわっちの配信用ってどうやってダウンロードするんだっけ？ちょっと待って。ふわっちダウンロードするから待ってて。マジめんどくせ、あ、外配信これでやるか。パソコン配信でやる？ふわっち。とばっちりじゃないでしょ。パソコン配信の方が画質いいからパソコン配信がいい。あー。いや、マジでへこむわ。マジねえわ。俺悪くないじゃん。俺全然悪くないじゃん。なんでこんな、なんで喧嘩すんの？なんで喧嘩すんのみんな。なんでみんな喧嘩すんの？もうやめてよ。もしもし、エミュール？うん。うん。もう大変なことになってるよ。うん。うん。どうした？もしもし。着いたんだけど、どうすればいい？着いた？どこいんの今？駅。どこの駅？西新宿。あ、じゃあ今から行くわ。そこで待ってて、ちょっと。わかった。うん。はい。はい。埼玉から新宿まで来るほど欲しいキーホルダーか、これ。どんだけこれ欲しいんだよ。これ100円でどこでも売ってるキーホルダーなのに、なんで埼玉から来るんだよ、これを取りに。ハイライターっす、わかったよ。じゃあ本気モード出すわ。本気モードで行くわ。ふざけんなよ、マジで。ちょっと待って、着替えるから。あ、太ったな、入らなくなってる。外寒いかんな、今日。みんな風邪ひかないようにね。だんだん寒くなってきてるから。よし、行くか。外配信の準備しまーす。彼女先回り？ミエル逃げて！ミエル逃げて！ミエル逃げて！とりあえず外配信だわ。最近事件多すぎなんだけど、本当に。この前はダフ屋と喧嘩してたしよ。いや、殴り合いとかもう勘弁してよ、ほんと。いや、マジでないわ。ないわ。今回のはないわ。あー、めんどくせえ。めんどくせえ。はぁ、腹苦しいわ。じゃあこのまま行くよ。台本下手になってない。業務連絡。台本下手になってるとか言わないでください。とりあえずこれだけは入れてこないと。お守りだから。これナイフで刺されてもこれ入ってたら多分この写真がきっかけで命を救われるから。とりあえず胸に仕込んどこう。お守り。ちょっと一回回線切り替えるんで落ちます。ちょっと先回りじゃねえ。ちょ、俺もテンパってんな。ちょっと待ってて。一回落ちます。OK。5分後集合で。5分後っていうか、ふわっちすぐ開くから回線、ネット回線で。ちょっと待っててよ。
ちょっと待っててよ。うん。すぐ戻ってくるから、このまま待機 OK。待機 OK だったら OK って書いて。待機 OK。OK。はい。お疲れ。どう？音来てる。治った？治ってたら教えて。はい、ワド2。音来てる。最悪だよ、ほんと。マジで。大丈夫？最悪。聞こえる？じゃあ行くよ。映像は綺麗。ふわっちで初外配信だ。綺麗。ニコ生より綺麗なの。いや、参ったね、マジで。マジで災難だわ。とりあえずキーホルダーミュールに私に行こう。穏やかじゃないよ、全然。事件だよ、事件。マジでショックだよ。もう、配信者コミュニティ爆破絶対ダメだからね。なんでそういうことしたんだろう。なんで俺に嫌がらせしたんだろう。スマホ綺麗。ありがとう。スマホじゃないよ。パソコン配信だよ、これ。パソコン配信だよ。へこむわ。マジできっちりわ。これはさすがにな。えら、俺の家来てたのにな。IOS さんいらっしゃい。ゴテンさんいらっしゃい。IOS ってメビウスかな。いなくなった後、また入られたり。いや、別にいいんだけど、ちょっと一回会って話しようぜって話なるでしょう、これは。さすがに。あ、メビウスさんか、メビウスさんいらっしゃい。うん、コテハンメビウスの方が俺は好きだったけど。はぁ、ゴテンさんいらっしゃい。うん。とりあえず、今ニコ生失ったから、はい、コバミはどつ、ニコ生失ったから、とりあえず、ふわっちフォローしといて、ツイキャスト。あと、お願いがあるんだけど、なんかね、5文字以上がふわっちらしい。うん、5文字以上でコメント打ってもらえるとありがたい。まあ、とりあえず、ミュールに会おう。ミュールに話聞こう。その彼女とどんな喧嘩したのか。俺仕事してたから何もわかんねえから。でもさ、好きな人がさ、配信頑張ってて米爆破とかする？ヨコさんいらっしゃい。普通考えられる？普通やらなくない？そうさ、自分の好きな人が配信者で大手目指してて、配信毎日やって誰よりも配信好きなの分かってて、そのコミを爆破するってどういうことなんだろう。うん。そうそう、文字数がね、5文字以上じゃないとコメントね、点数にならないんだよ、ふわっちは。5文字以上のコメントがありがたい。普通しないよね。よいしょ。ミュールどこだろう。ミュールいた。いくら嫉妬でも爆破っていうか、それ犯罪は犯罪だからな、本当に。彼女大切だよ。でもなんでこんなことになったかわかんねえよ、全然。ミュール、何があったの？ねえ、彼女と話したの、電話で。うん。
何話したか教えて。顔出さない、顔出さない、見えるわ。ちょっと場所変えよ。ちょっと、俺の前に歩いて。向こう側行こう。顔は出さないよ、見えるわ。でも話は聞かないと、ちょっと流れが分かんないから。どこで話そうか。ちょっとこっちで話そうか。こっちに行こう、こっち。自販機でジュース買う、コーヒーでも飲みながら話そう、ちょっと。ミルは顔出して NG。何飲む？何飲む？俺コーヒー飲む。ちょっとコーヒーなんか買ってくんね、これで。うん、ありがとう。じゃあ特製カフェ俺で。ミールの声聞こえてる？みんな。ミールの声聞こえてる？若いらっしゃい。あ、ありがとう。いただきます。ちょっと待って。じゃあそこ行こう、そこ。で、ミールそっち側に行って。映っちゃうから。そこ、そこでいい。うん。ここ？うん。そしたら映んないから。うん。ミール、ちょっと、ミールの声小さいからさ、拾えるように喋ってもらいたいんだけど、ミール、何？モンタンと朝喋ったんでしょ？そうね。ちょっと俺仕事中だったから、ことの経緯を教えてもらいたいんだけど、どんな感じだったの？だから、おう。まあ、まどちゃんと二人で会わせたくない。あ、飲んだんが？うんうん。ほうほうほう。二人で会ってほしくないって LINE でずっと書いてあったでしょ？うんうん。あの流れで、うん、電話が来て、うん、受け取って。要は、のんたんがミュールに電話したいって言って、二人で電話したの。うん、うん、うん。で、うん。だから、別にワドちゃん取る気ないし、そうだね、そういうつもりもないしって言ったんだけど、でもし心配ならね、時間と場所を教えるから、うん、おいでって言ったの。一緒に来なよって言ったんだ。来ればって、うん、どうしたらなんて。それはできない。それはできないって。なに、それは喧嘩口論になってたの？お互い。そうね、喧嘩になってたの。まあ、とりあえずこのキーホルダーをあげる。はい、ごめん、ね、そう、いい。これ娘好きなの？みたい。あ、そう。キーホルダー事件だなって、うん、ああ、そういう状況だったんだね。それで減らって数時間後に俺のアカウント爆発したの、あいつ。ああ、どうしようかな。どうすんのがいいと思う？みんなどうすればいいと思う？困ったね。まあ、状況は分かったわ。いや、のんたんが嫉妬して、ミュールと二人っきりで会うのは嫌だって言ってたのは知ってるのよ。で、だったら、郵送でのんたんが送ってよって。うん、で、そしたら分かったって言ってたのね。うん、ミュール泣かないの。ごめんね。あ、いいよ、いいよ、いいよ。泣かないで。いいから。すぐ戻すよ。900人ぐらい。だから泣かないで。うん、俺は、だから、なんつうの、ほら、彼女で泣かないで。ニール。リスナーさんすぐ戻ってくるから、大丈夫だよ。でもさ、このまま気持ちよく終われないじゃん。だから俺とりあえずあいつに会いに行こうと思ってんの、今。うん、やっちゃいけないことやってるのは事実だから。いや、俺もあいつ心配だし話したいし。パッキングはまあダメだよな。いや、あいつはほら、もう、なんつうの、俺に対する気持ちすげえ強いから、まあ、ミュールもそうだけどさ。
と俺行くわ、今から。気にしなくていいから、何にも。ミールが減らったりしたら余計困るし、うん、前回は買う子だったし。コメ爆破の他に LINE ハッキングされた。見る悪いね。わざわざ、なんか遠いとこから2時間半かけてここまで来て。飯でも本当は食いたいんだけどさ。とりあえずじゃあ、ミュールには、ね、ミュールには特別なプレゼントあげる。いらねえ。いや、これ本当特別なプレゼントだから。いらねえ。これあったら本当何かあった時、マジで守ってくれるから。いらねえ。これお守りだから。いらねえ。いや、あげる、これ。本当受け取って、俺の気持ちだから、これ。いらねえ。俺の気持ちだから、これ。それ、家に貼っておけば、家内安全だから。いや、もう本当それ間違いないから。それさえあったら幸せになれるから。いらねえ。あげる、それ。お守り的なもんだから。家庭崩壊する。ああ、いや、まずいな。まいったなぁ。どうすっかなぁ。明日仕事だけどさ、そんなことも言ってらんないからさ、人が一番大事じゃん。もうなんかよくしてくれてるリスナーさんが喧嘩したりとかさ、仲悪くなったりとか、こういうの嫌だから俺は。今までみんなで頑張ってきたわけじゃん。今回の件が解決しても嫉妬深い彼女だとまた同じこと繰り返しそうだな。いや、これからのことは未来は変えられるから、未来は変えられるから、俺はそう信じてる。とにかくでもこのままなんかね、みんなぐちゃぐちゃになって喧嘩してさ、嫌じゃん。俺がなんとかするから。気にしなくていいよ。何にも。ただやっぱり喧嘩はダメよ。どんなことがあっても喧嘩はダメよ。ダメ。彼女の家行った方がいいかな、この流れで。みんなどう思う？クミタンがミュールさん自分を責めたらダメだよ、だって。取り返しのつくものはあると思うから。取り返しのつかないものは人間関係は絶対取り返しつかなくなったらもう一生つかないから。俺このままじゃ嫌だから。ミュール来てくれて悪いんだけどさ、遠路はるばる。ちょっと行くわ。俺、これ飲んだら。行った方がいいよね。とっ捕まえるわ。このままなんか、さよならも言わないで、けじめもつけないで、そんな簡単に人間関係、そんな簡単に切れる彼女だったら、そんな気持ちで付き合ってないから、俺。時が経てば経つほど問題ややこしくなる。いや、わかんねえ。とにかく探すわ。とにかく俺は今から東京中彼女を探す旅に出るわ。会ってくれるかな？会ってくれるかくれないかは相手の問題だけど、会いに行くか会わないかは俺の問題だから。だろ？会ってくれるかどうかは向こうの問題だけど、会いに行ったかどうかは俺の問題だから。俺は悔いは残さねえから。いや、寒い。革ジャン着てるから大丈夫だよ。参っちゃうね。ワードリスナーは闇深いね、やっぱり。メンヘラばっかりやからな。まさか、こうなると思わないじゃん。いや、まあね、だから俺は繋いでおきたかったんだよ、オフ会の時に。だから、無理してでも来いっつったの。一回会ったらどんな人かわかるから、つって。あいつのこと把握してんの俺だけじゃん。あいつもあいつで苦しんでるから。人間いいとこもあったら悪いところも絶対あるからさ。でも、できれば、そう、いいところも悪いところも含めて、みんな好きになってもらいたいから、そうやってやってきたから、今まで。みんな。だから、なんつうの。
どっちが大事とかくだらないと思ってるの。俺にとってみんな平等に大事だから、俺の大事なリスナーさんだしさ。いや、彼女だからそこは特別扱いしない、配信上では。関係ない。ましや、なおさらでしょ。大手目指してるんだったら。俺は悪いけど、自分の女より配信撮るから。じゃあ行くわ、ミュール。うん、ありがとう。うん、いや、謝んないで。うん、これからもよろしく。気をつけて帰って。うん、ありがとう。ちょっと顔映んないように。して、顔隠して。うん、じゃあ行く？バイバイ、ミュール。よし、行くぞ、お前ら。ミュール、どれ？空き缶捨ててえな。花火ありがとう。家の周辺に潜伏してる可能性があるんだ。忘れてた。うん、忘れてたわ。電車乗って彼女の地元行っても意味ねえわ。まず家の近所の駐車場探ろう。あいつ来るとき車だから。忘れてたわ。そうだな、もうちょっと台本乗っかる訓練しとかないとな。それは後でミーティングするわ、たくみさんと。うん、家の近くにいる可能性あるから。うん、家にいるところは新宿なんだけど、一回俺の家に来てることは来てるから、もしかしたらこの辺に潜んでる可能性がある。昼間多分いるんだよ。よしひこさんいらっしゃい。よしひこさんいらっしゃい。4日目かな、今日。わっち。そうなんだよ、ニコニココンバカされちゃったんだよ、彼女に。今、大変な状況なんだよ。みんな、フォローしてくれた、俺のこと。わっち、フォローしてくれた。あ、頑張れば、贅沢さん、ありがとう。贅沢美藤さん、ありがとうね。まだ生子生活。そうだね、今、働き始めて、7万ぐらいしか稼げてないの。だ、半分のマポ半分仕事してる。7万ぐらい国に返還はしてる。うん、今日給料日だから。嘘ついてないよ。赤裸々に低所得を公表してますよ。だ、まだなマポ。ケレパいらっしゃい。大変だね、ちょっと。とりあえず今配信できる環境、ニコ生で配信できなくなっちゃったから、フワッチとキャスフォローしといて。900人バンされちゃった、900人コンビ。彼女に自爆された、爆破された。音がちょっとひどい。え、どうひどいよ。でかいってこと？どうひどいのか教えて。あ、そうなんだよ、吉彦、ありがとう。音がどうひどい。俺もフワッチで外配信初めてだからさ、状況教えてみんな。フワとキャスはとりあえずパスワード変更したから大丈夫。割れてる？ああ、マイクがでかいんだ。ちょっとボリューム下げるのどうやってやるのかわかんねえから、今日これで勘弁して。あ、わかった。Windows でいじんのか。ちょっと待って。Windows のマイクでいじんだ。Windows 録音デバイス。あ、あ、これだ。ちょっと待って。レベル。あ、あ、あ、あ。音どう？音どう？かなり絞ったけど、100を60に変えたんだけど、どう？どれくらいのボリュームか教えてもらいたいですね。
今音を半分ぐらいに切り替えたんだけど、どうですか皆さん。OK、 いいよ、音良くなった。信号関係ない、音大丈夫、少し小さい、ちょっと上げるか、もうちょい。録音デバイス少し上げる、じゃあ80ぐらいにしようか、70とか、これくらいどうだろう、これくらいでどう、これくらいでどう、今80にしたけどどうかな、良くなった、いい、いい感じ、参ったなマジで。 OK、 あいよ、110名さんいらっしゃい、245名さんさようなら、あプレゼントありがとう、みんなフォローよろしくお願いします。マジか、あ、ハートプレゼントありがとう、まいったね、ちょっと雨降ってきたし、あでも小雨だからそんなに影響ないと思うんだけど、配信には影響出ないと思う。匠さんが全部悪いかな今回の件は。爆破はね、さすがにビビったよ。仕事終わりでさ、LINE つけた瞬間、爆破されてるぞって言われて、なんでと思って。なんでそんなことすんだろ。いや、悲しいよ、マジで。マジで悲しいよ。とりあえずこのままさよならとかふざけたことは嫌だよ俺。とにかく会いたい。なんでそんなことしたのか。とにかく会って話しないと。いや、ミュールには申し訳ないよね。遠くから来てもらって。キーホルダー、100円のキーホルダーを渡すだけなんて。いや、彼女、駐車場。彼女がいつも止めてる駐車場来たわ。私はリスナーじゃないんだな、ショックだ。お前大事にしてるだろうがよ。そういうことを言うなっつってんの。くだらねえ。お前の悪いところ、そういうとこ。おめえのことかばってきてんだろうがよ。なあ。ふざけんなよ。お前の悪いとこ、そういうとこだよ。うん、そうやって煽るから、結局今回なったんだろう。お前のこと大事にしてるだろうがよ。やめろ、もうくだらねえから、そういうの。ああ、車ねえわ。車ない。ここじゃないか。っていうことはもう実家だな。実家行くわ。アドは彼女大事なリスナーとの
垣根が分かりづらくて、それでみんな安心できない。だから、そういうくだらないことはやめろっつってんの。俺は配信が好きなんだよ。配信でやってきてんだよ。それを邪魔するな、誰も。うん。関係ねえよ。俺はやりたいことのために家族捨てた男だよ。うん。俺は自分のやりたいことのためだったら何でも達成するから。それを応援してくれる人は大事にするけど、それを邪魔する奴は、家族だろうと敵だから。俺にとっては。いや、わからん。それは知らん。俺はそばにいる奴は絶対大事にするもん。ただ、それを知ってる、それを知ってるんだよ、あいつは。な？それを知ってるんだよ、俺が一番配信を大事にしてること。だから一番大事なものを壊そうとしたんだよ。わかる？俺にとって一番大事なものを壊したいっていうことでしょ。ここにいるリスナーならみんな知ってるはずだよ。俺が配信どんだけ大事にしてきてるか。だからそこに優先順位をつけるなっつってんの、俺は。俺は配信で食っていくためにどんだけ叩かれても配信だけはやめなかったぞ。キングケバブめっちゃうまかったわ。私昨日から見てるからわからないんだけど、ミュールさんは、ミュールはね、要はガチ囲い系だね。ミュールは古いリスナーでずっと応援してくれてるリスナー。写真置いてないよ。写真置いてない。そう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 。そう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 、そういう、その人その人、ミュールは。超よくしてくれてるリスナーさんよ。で、一週間、二週間ぐらい前に他のカオコっていうリスナーとも喧嘩してんのよ。俺の彼女。だからもう二度目三度目なんだよね。二度目三度目なのよ。置いてないよ。なんで喧嘩しちゃうの？嫉妬嫉妬。要は、なんか、カオコの時は、グループラインがあるんだけど、彼女とかリスナーさん、囲いの人たちが入ってるグループラインの中で、カオコが、私和道さんにパコローって言われたもんっていう喧嘩打ったメールを送っちゃったの、カオコが。イラッときて。私だって、のんたんと付き合う前、和道さんにパコローって言われたもんっていう、ちょっと暴露系の、そう、カオコがぶっこんだら、それで、俺の彼女がぶち切れて、そう、で、大喧嘩。うん、で、今度は、ミュールが、その、キーホルダー欲しいっていうので、なんか、リアトツ、その、していいって言っていいよって言ったら、またミュールに喧嘩打って大喧嘩。風船ありがとうございます。風船ありがとう。参ったね。いや、ほら、みどりさんに、その、ちくりの電話とかの件もあったから、リスナー、囲いのリスナーが怒ってたんだよ。みどりやんすけ側に電話して、その、俺の裏話とか話して、暴露してたから、彼女は。
それで怒ってたの。いろいろあったんだよ、この3週間ぐらいで。反感買ってたんだよね。既読にならない。彼女とは別れるの？俺は自分から別れは絶対切り出さない。どんなことがあっても自分から否定を捨てることは絶対しない、うん、俺は子供の頃それで親父に捨てられたわけだから、俺はもうそれはしないって決めてる。別れるか別れないかは彼女の問題だから、それを話しに行く。俺は最後まで面倒を見るつもりだから、どんなことがあってもそれくらいの覚悟で付き合ってます。だから俺は、なんつうの、来るものは絶対拒まない。去るものは追わない。それが俺の生き方です。うん。それは知らないけど。それって優しいようで全く優しくないね。いや、わかんないよ。それは俺の生き方だから。優しいか優しくないかじゃないから。それは俺の生き方だから。家近いの、結構遠いよ。車だったら20分ぐらい着くけど、結構遠い。まーちゃんいらっしゃい。フォローよろしく。彼女車を持ってるな。相当行動範囲広くなるな。そうだね。買い物行ってらっしゃい。ちょっと今日長くなるよ。今日は。うん。今日は長くなりそうだよ。彼女見つかるまで配信付き合うよ。ありがとう、若。ありがとうね。117名さんいらっしゃい。電車乗るから映像を切ります。着きました。コアドツです。今家の前まで着きました。
こんばんは。6名さんいらっしゃい。ワード28、25名さんいらっしゃい。家の前まで着きました。18名さんいらっしゃい。彼女まだ訪ねてない。とりあえず家の前で配信しようと思って。家で放送すると迷惑になると思うから、とりあえずここで待つ。彼女見てるかもしれないから、俺の放送30分だけ俺この枠で待ちます。彼女のこと。29名さんいらっしゃい。とりあえず30分ここで待ちます。贅沢さんいらっしゃい。期待してるっつっても、なんでそんなことになったのか俺未だにわからないからさ。原因もわからなければ理由も知りたいじゃん。なんであんなひどいことしたのか。人のさ、大切なものを奪うのは良くないよ、やっぱり。バーガープレゼントしてくれてありがとう。理由も聞きたいし、やっぱり心配だよ、減らってるから。今、雨宿りしながらここで待つ、しばらく。ハッキングされたらパスワード系は全て変えましたか？主要のパスワードは変えてきました。LINE 多分ブロックされてるんだよね、俺。LINE ブロックされてる。既読にならない。ん？俺との LINE 通話？今配信中だから LINE できないよ。LINE できんのかな？ワードツーマーちゃん。LINE できんのかな？配信中は LINE できないんじゃないかな？できんのかな。ていうかカオコだからブロックされちゃったんだって。ちょっと待って、カオコの LINE だから彼女にブロックされちゃったから。どこだカオコ。ちょっと待って。カオコの LINE 探すから待って。カオコどこだ？カオコ。カオコ。あれ、カオコの LINE がない。どうやってやんだ、ブロック解除って。あ、いた。もしもし？あ、もしもし？うん。カオコです。うん。今いいですか？いいよ。聞こえるよ。もともとの発端なんですけど、うん、説明をすると、うん、ワドさんが、うん、3倍目ヒカル君たちと飲んでた時あるじゃないですか。あるよ。あの時に、うん、時間が時間で、うん、しかも平日で、うん、で次の日も仕事だっていうところから始まってるんですよ。だから LINE で誰が起こすかみたいな話でしょ。そう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 、うん、
それをだから匠さんがやり始めたと思うんですけど、匠さんじゃないんだよ、あの前の日に、うん、前の日に俺が仕事で疲れてて、うん、自主的にリスナーさんが起こしてくれ始めたの、うん、うん、で俺がありがとうって言ったのよ、感動したって言って、みんな配信頑張ってて、その、うん、そういうの気使ってまでくれてって、で、うんうんうん、そしたら次の日俺そのたくみさん、あのたくみさんじゃねえや、ひかるくんと飲んでたでしょ、ヤミーと、うんうんうん、あのミーティー打ち合わせを軽くしてたんだけど、内容は置いといてね、うん、うん、配信のことで、うん、でその今日も起こさないとねって言ったら、なすりつけ合いみたいになったのよ。そう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 、そうだから俺はそういうんだったらあのやらないでほしいっていうのは裏で言ってたの、うん、そう、うんうんうん、みんなそのそれがたくみさん、あ、たくみさんが、うん、明日誰かワードを起こせる人いないってなって、うん、でみゆるさんもちょっと鬼連してみるけどみたいな、でみゆるさんに行ってでくみちゃんに行って、うん、でその時 LINE の、 そのグループ LINE をしてたメンバーが、うん、私とくみたくみたんとみゆるさんと、うん、たくみさんとのりこさんだったんですよ、うん、あとオレンジだね、あ、オレンジさんか、うん、それで朝何時頃ワードに電話するっていうのを、うん、そのなすりつけみたいになっちゃったんですよ、うん、知ってるよみたいな、くみたんできるってくみたんできるかみたいな、でかおこさんどうなの、無理、かおさんできないのみたいな、そのなすりつけ合いが発端で、うん、それでかおこがあの彼女だったら彼女が起こせよっていう発言をしたじゃん、そう発言をした、うん、で彼女さんだったら、うん、てか普通起こすんだったら彼女さんに起こされたくないですかっていうのを言ったんですよ、うん、そしたらのりこさんができないって、そうだよ、だって薬すげえ飲んでんだもん、うん、でできないってなって、くみたんとかみうらさんとか、うん、なんかみんな甘え始めたんですよ、いや甘え始めてないと思うよ、そこは違うと思うよ、俺 LINE 残ってるから、いや多分だから困るっていう、私できないよって言って困ってたんだよ、うん、で困ったから、で他の人に甘えられる人に、違う、私できないっていうことを、違う、私できないっていうことを言い続けたの。他の人にお願いしますっていう話じゃなくて。うん。うん。それで、私が、和道さんに口説かれたことあるよっていう話をして、彼女だったら頑張ったらっていうのを、うん。のりこさんに伝えたんですよ。知ってるよ。のりこさんが頑張りますってなったの。そうだよ。うん。うん。それはもう、私頑張る。それはみんな知ってるって。うんうん。うん、それで頑張るって言ったのに、次の日そののりこさんが来てないことにミングルさんが、のりこは起きてたんだよ、のりこは俺の家まで来てたんだよあの日夜中、あ、そうなんだ、そうだよ、そこにミングルさんが怒ったんですよ、違うよ、のりこはだから裏でもう夜中、うん、あの薬でヘロヘロなのに俺の家に来て起こす準備までしてね、うん、で、うん、部屋にいたけれどももう辛そうだったから、うんね、会社に行くべきの判断じゃないっていうことで、ああいう文面を送ってんのよ、やることやってんだよ、だけどなんで私あんな風に言われないといけないのってへこんでたのよ、それでさらに追い打ちでみんなが怒り始めたでしょ、なんなんって言って、のんたんはその急にみんなから、のんたんの状況からするとね、いきなりなんかそのなんか俺とカオコがパコるだのパコってないだの話いきなり振られて、薬でヘロヘロで、しかもまあ彼女だから頑張らないとって言って家に来て、でも、うん、その俺がもうなんか疲れ果ててたから、そのどうしようどうしようってなってる中で、ミエルとカオコがまた詰めたわけじゃん、みんなで、だから嫌いになったんだよ、それでもね、あのもう泣きながら、なんで私ばっかりこんな責められないといけないのって言ってる中で、いやお前悪くないけどね、それ配信者だからみんな見てる時間帯も違うし状況が突っ飛ぶわけだと、全部見てるわけじゃないから、だから緑さんの件もそうだったでしょって、あんだけ謝ってもカオコは見てなかったから分かんなかったじゃんって、だから LINE で謝れっていうことを言ったの、それがこの前の文面なのよ、長文の謝りたいことがあるって言って、でカオコはそれに対して
関東的に来たやつですね。そうそうそう。そう。だから謝った方がいいよって、みんなオフ会で仲良くするメンバーだから、俺リスナー大事にしてるからっつって。うんうんうん。あれは不器用な言い方だけど、あいつなりの謝罪だったんだよ。不器用すぎてみんながわかんないんだよ。だから俺は合わせたかったの。お前も不器用じゃん。だからか、のりこが来るんだったら来ねえとか言い始めてさ。俺はだからもう。それは、たくみさんに言っただけですよ。いや、俺にも言われてるわ。俺にも来てるわ、それは。だから、たくみさんに言ったんだけど。うん。でも、たくみさんに、うん。これからどうするって言われたから、いや、のりこさんが気まずくないんだったら来てもいいですよっていうのは言う。そうだよ。だから、たくみさんもみんなかばって、うん、みんなの関係良くしようってみんな思ってる中で、だから別に誰が悪いって話じゃないと思うのよ。誰が悪いじゃないけど、ちょっとそう、たくみさん違うよ、言い分。何？たくみさんのその言い分がちょっと違います。何、たくみさんの言い分が違うって？たくみさんの言い分っていうか、え？たくみさんが、うん。こっちに、こう、連絡くれるじゃないですか。うん。で、私はもう LINE グループ抜けちゃってるんで、うん、状況とか、みんなの状況わからないけど、うん、個別にくれるんですけど、うん、でもなんか、たくみさんは、なんかちょっと違う、和道さんと言ってるニュアンスじゃない。だから何が違うの？その、実際問題、みんなに言っていいのかな？配信載ってますよね。載ってるよ。言っていいですか？知らないよ。自分で判断しろよ。俺は別に隠し事もやましいこともないし、ね、うん、俺はみんなリスナー仲良くしてくれたらいいと思って動いてんだから、うん、ただそれだけなの分かるだろ、うん、俺嫌いなんだよ、喧嘩とか、ののしり合いとか、いじめとか、ひがみとか、嫉妬とか、大嫌いなんだよ、うん、俺と匠さんはそんなこと考えてないよ。みんな良くなることばっかり考えてるよ。って言いますね。うん。じゃ、匠さんが私に、のりこさんはみんなに嫌われてるって言いました。だから何なんだよ。だから、来ない、来ないとか、呼ばないって。そりゃそうでしょ。あの状況でみんなが、お前も詰めたし、ミュールも詰めてたし、ね、クミタンだけかばってたじゃん。まあ、オレンジはこの、タッチしなかったけど、うん、お前とさ、そういう状況でガンガンに詰めてたのは事実なんだから、俺はあれいじめだと思ったよ、はっきり言って。そんなに？はっきり言っていじめだと思ったよ、あれは。黙ってたけど。俺の女だから耐えろっつったよ。うん。俺は正直あれはただのいじめだと思ってたよ。それはちょっと違うと思うな。全然違くないよ。なんでメンヘラなの分かってて、超絶メンヘラなの放送見て分かってて、ね、あえて嫉妬心、嫉妬も強いの分かっててさ、カオコさ。うん。なんでさ、その、俺がノンタンと付き合う前にパコったパコらないとかで煽るんだよ、じゃあお前は。だろ？だからそこはお前の悪いとこだと思うよ。頑張るかなってちょっと思って駆け引きしちゃった。でもそんなこと言わなくていいわけじゃん。それは言う必要ないじゃん。いや、だからそこは駆け引きしちゃったから、駆け引きした私が悪かったから、うん、そこは悪いと思うよ。だからのりこさんがオフ会来るのも全然私は何とも思ってませんよって。いや、それは全然違う。お前はのりこが来るんだったら二度と関わらないって言ったんだよ、俺に。その後じゃないよ。いや、全然 LINE 残ってるよ。全然違う、全然違う。それはダメ。自分を綺麗に見せようとしすぎだよ。LINE、うん、残ってるもん。私だって。残ってる、残ってる。それは綺麗に言いすぎよ、お前。うん、そうですか？うん。俺別にお前のこと嫌いでもないしさ、ね。はい。普通に見てもらってるし、グッズやってもらってるから感謝もしてるけど、はい。うん。結構引っかき回してると思うぞ。正直。ていうかこれリスナーさん見えてたら手挙げて。ちょっとコメントが止まってるから、放送できてんのか不安だわ。LINE してるから、電波の問題わかんないから、ちょっと見えてたら、聞こえてたり見えてたりしたら手挙げて。リスナーさん、どうなの？止まってんのかなこれ。まあいいや、続けて。それは違いますよ。だって私みんな、のりこさん苦手なんですよ。じゃあ言うけど、じゃあ言うけど、なん、ちょっと聞いて、カオコ。ちょっと聞いて、カオコ。はい。じゃあ言うけど、なんで俺がのんたんの家に来て関係修復しようとしてるタイミングでこんなこと言うの？
から、和子さんは全然知らないと思ってたから。知ってるよ、全部。知ってるけど、耐えて我慢してたんだよ、俺も。お前にガミガミ言って、お前もメンヘラだしさ。俺もメンヘラだし。だけど、お前がヘラるの嫌だったから、岩詰めなかったんだよ、俺は。そしたら知ってるよって、LINE でくれてもいいと思うんですけど。だから、俺はお前に怒ってたの。だけど、ね、はい、お前の気持ちもわかるし、ね、確かにあいつも言い方も不器用だから。だけど、はい、ね、俺はお前に対してそういうことをペラるの良くないって言おうと思ったけど、言ったらお前との関係悪くなるじゃん。オフ会も間近だったじゃん。だから俺は我慢してたの。みんなでうまい酒飲んだらわ、ね、仲良くなれると思ったから。その時にみんなで笑顔で酒飲もうって言ったじゃん。だけどお前当日になってヘラったから来ないっつって、LINE グループ抜けたのお前だぞ。だから、ヘラ、具合が悪いってヘラるとかそういうことじゃないじゃないか。私、タクルさんにだいぶ前から具合が悪いから当日行けるかどうか分かりませんっていうのは言ってました。だからそれが自己都合的なんだって。そういう風に強い態度で私は悪くないって言うんだったらやることやらないと。ミュールだって風邪ひいても来てたぞ。え、でもそのオフ会ってそんなに大切？いや、だからオフ会来る来ないじゃないんだって。うん。じゃあなんで今このタイミングでね、こういうことを言うのよ。今の俺はノンタンと関係を戻しに来てるわけじゃん。はい。うん。なんであの時の話って蒸し返すのじゃ。だって理由が聞きたいみたいなことをなんで違うよ、違うよ。分かんない。タイトルを読めよ。ニコ生でコミュ爆発した理由を聞きたいっていうふうに俺は言ってんの。だから全然そのこともだから軽くとかのその。朝起こさない起きないみたいな。それは知ってるよ。その流れからもう知らないのかと思ったんですよ。わかるわかる。俺は知ってるから。うん、だからしてたならよかった。うん。だからわかりました、それは。うん。で、私は知ってたのを知らなかったんで。うん。だってそれそうじゃん。LINE グループの主催者俺なんだからさ、LINE グループ4に決まってんじゃん、俺のこと。みんなが今どういうやり取りしてるか。うん。うん。知らないはずないじゃん。知ってるよ。みんなのこと常に考えてるよ。うん。うん。でもみんなのこと常に考えてたら、ここのメンタルの、なんだろう、管理をしてあげてもいいんじゃないかなと思う。彼女の？彼女のもそうだし。だから今来てんじゃねえの？それを引っかき回したのは、だからお前だろっつってんの。ミュールさんのこともそうだし。だからミュールにも連絡取ってるよ。みんなですよ。撮ってるよ。お前だけだよ。撮ってねえの。名前も出てないみんなですよ。出てねえの。撮ってるよ。お前だけに。なんで私のところに。だからお前がそういうね。お前はじゃあ何やったっつったらね、ノンタンとの骨の DM とかを晒しただろ。で俺とのな、はい、ね、俺との過去の話もペラってるだろ。な。ネタじゃないで、お前え？和道さん的にはネタじゃないですか。ネタじゃないですかじゃないよ。ネタにするんだったら俺もとことんネタにするよ、じゃあお前のこと。配信で言ってたんだからネタじゃないですか。配信で言っててねえよ。お前が言い始めたんだよ。だからそれはノンタン見てないでしょ。だからなんでザコツーの LINE でやんだよ。だったらコメントで打てばいいじゃねえかよ。ノンタンに対する当てつけじゃねえかよ、あれは。そうですか。そうだろ、普通に。あれは性格悪いぞ、お前。そうですかね。ルコさんほどじゃないと思いますけど。ん？何？え、乗り越したほどじゃないとは思いますけど。いや、だからそういうのが性格悪いっつってんの。あれ、性格悪いでいいです。うん。別にお前の性格悪いところ嫌いじゃないけど、なんで、その、ノンタにそんなさ、カッカカッカするんだよ。カッカカッカじゃなくて。煽るんだよ。私、あの人嫌いとか。え、ツイッターとかでも煽ってんじゃん。のりこ煽ってねえぞ、正直。のりこ煽ってねえぞ。え？嫌いですもん。だから嫌いだからっつってお前が喧嘩売ってんじゃん。のりこは喧嘩売ってないでずっと耐えてきてるよ。だろ？お前がずっと喧嘩売り続けたんじゃん。コメントとかさ、ツイッターとかで。それはみんな見てるぞ。ああ、いいですよ。だって見せてるんですもん。だろ？あ、違う。だからお前が喧嘩売ってんじゃん。2チャンネルの人たちにも。じゃあお前2ちゃんに書いてるじゃん。私2ちゃん偶然見た。書いてないですよ。どういうこと？じゃあなんで2ちゃんが出てくるの？俺2ちゃん見てないから分かんないんだけど、状況が。2ちゃんに名前とかさらされてるんですよ、私も。そうなの？その動作と関わってることによって。うん。
それで？で、のりこさんとの喧嘩も台本じゃないかみたいなことも書かれてて、うん、今も多分いろいろ書かれるんですよ。うん。ね、じゃあその2、3狙いに対して自己弁護がしたいってことなの？じゃない、なくて、うん、やっぱり正直のりこさんは苦手ですか？それは知ってる。もう絶対無理なの分かってる。正直お前とのりこはうまくいかないの分かってる。でも俺からしたらね、お前もリスナーだし、のりこも彼女なんだよ。で、俺のリスナーだったら俺の彼女大事にしてくれよ。俺の彼女だったら俺のリスナー大事にしてくれよ。両方怒ってんだよ俺。ちげえか？俺が言ってること。あ、両方怒ってるようには見えるんだよ。怒ってんだよ。両方に怒ってるんですか？怒ってるよ。当たり前だろうがよ。だからお前のことフォローし続けだろうがよ。おめえがコメント打っても拾い続けだろうがよ、ふわっとして。お前のこと大事にしてんじゃないの？俺、たくみさんにお前が犯罪者、ちょっと待って、電源切れた。一回かけ直す。はい。あ、電源切れたわけじゃないのか。めんどくせえな、まず。状況わかる？状況伝わりました。要するに、内輪もめ的な？いや、もう内輪もめでしょ。だって彼女に困惑化されてんだから。みんなありがとう、ワドツ。ちょっと一服してからカオコと話すわ。いや、もう、知らんだよ。はっきり言って、ノンタンとカオコ性格そっくりなのよ。ぶっちゃけた話。ぶっちゃけた話、性格そっくりなんだよ。うん。気が強いんだよ。気が強い女好きだからさ。ね、俺が昔、カオコにちょっかい出してたんだよ。会ったことないんだけど、俺は。ね？その、LINE とかで、そう、ちょっかい出してたんだよ、俺が。そう。会って飯食おうとか。パコろうとか、パコらないとか。だから、それが原因なんだよ。で、なんで俺今彼女の B 型同士みたいな感じ。ああ、そうそう、気の強い同士だからそっくりなんだよ。似たもん同士なんだよ。で、はっきり言うと俺今彼女のケアしてんだわ、正直言うと。で、そのなんでこのタイミングでカオコがかけここぞってかけてくるかよくわかんねえんだわ。まあ言いたいことあんだから話すけど、配信者だから。ああ、めんどくせえな、マジで。状況大体伝わった？のんたん見てたらちょっと家の前に出てきてください。家の前にいるんで。見てねえかな。初見さんいらっしゃい。ちょっとごたごたしてるんで、楽しめるかどうかわかんないですけど、楽しめるのであれば楽しんでってください。マヨツさんいらっしゃい。ちょっとね、ごたごたしてます。うん。で、面白かったらフォローしてください。うん。そう、タイムラグ気になるから手開けて、カウントダウン5秒カウントダウンするから、5、4、3、2、1、手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、7秒ラグだね。7秒ラグ。ありがとう。7、8秒ラグだわ。そんなラグってない。うん。新竜いらっしゃい。うん。まゆみさんいらっしゃい。みんなフォローしてね。よろしく。ニコ生のコンビ爆発しちゃったから、彼女が。お菓子ありがとう、なぎだ。ありがとうね。いやー、参ったな、本当に。あ、ナオトクさんありがとうございます。ジャックオーランタンありがとうございます。トリックはトリート。おい、ドットさんありがとう。いらっしゃい。148名さんいらっしゃい。
210名さん、さよなら。爆発したんじゃなくて、彼女にアカウントザ、ハッキングされた。まーちゃん、風船10個ありがとう。はい、くみたんいらっしゃい。修羅場です。じゃあ、ちょっとカオコと話すわ。コメント読めよ。つらい？何？コメント今多いんだよ。うるせえ。コメント読むよ。浅井さん元気だよ。今の話してたのは違う。彼女じゃない。俺がちょっかい出してた女。うん、だから女うざい。そういうこと言うなよ。もしもーし。もしもし、続き、ごめんごめん。うん。147名様いらっしゃい。うん、はい。で？で、なんで？今は、のりこさんの、他の方向が優先的ですよね。そりゃそうだろ。状況考えるよ。なんで彼女の家の前の他の女と話してんだよ。だからそっちのケアをして、関係が戻ったら、もう一回、話し合いましょうって今コメントで言ったんです。ああ、そうなのね。うん。うん。いや、関係がどうこうとかじゃなくて、もう、いや、もう俺も正直もう、デブ層の俺がここまで来てるで、どんだけね、気使ってるかわかるでしょ。うん。こんなめんどくせえこと絶対やらねえよ。わかりました。バカくさい。まあいいわ。とりあえず、よろしく頼むよ。はい。うん。ありがとう。今度また、のりこさんと話して、今度は。いいよ、もう。お前と話しても、のりこと会うわけねえんだから。それがもう火種なんだって。うん。もう無理。もう無理。もう無理無理無理。お前が出てきたら余計揉めるって。そっとしといてくれ。ほんとに。うん。無理無理無理。はい、そっとしとけば。来るんだったら、オフ会でみんなで飲もう。うん、もう俺一人じゃ仲裁できないから、たくみさんとかミュールとかいる中で やろう。うん。こんな三角関係引き込まれたらもう無理無理無理。俺じゃ対処できん。ドメンヘラ。ドメンヘラ3人集まったらもう混ぜるな危険だよ。もうメンヘラ言わないでください。お前メンヘラだろ。手帳何級だよ。うん。せえよ。うん。わかった。まあいいや、とりあえず。うん。配信なんか。うん。わかったわかった。あ、のりこ多い。あ、コメントあった。のりこ来た。あ、一回切るわ。うん、はいはいはい、はい、どうも、はい、のんたん家の前まで来たからちょっと一回話しよう。うん、一回話しよう。家の前いるから。3回謝罪して4回目はないって言っただろ。分かってるよ。うん、顔映さないから一回会わない。いろいろ話したいから。今どこいんの？いや、わかんない。車、わかんないわかんない。のんたん一回話してよ。家行ったらいいの？ピンポン押せばいいの？それとも俺がここで待ってた方がいい？うん。家とか映したくないから。特定されたら嫌だから、のんたんが。家にいんのね。わかった、安心した。なんで？お前、俺の女じゃないの？こういう大事なことは会って話すべきだと思うけど。
じゃあ話したくないってこと？もう会いたくないってことでいいの？また攻撃されるだけ？囲いに？ミユル泣いてたよ。分かった。とりあえず待ってるよ、ここで。暴言吐いたからさ、泣いたんだろ。ここで待ってるよ、俺。とりあえずコメントしてくれてありがとう。安心したよ。花火ありがとうございます。いや、あのミントさんね、そうなんだけど、ことがことだから配信はつける。900人のリスナーも怒りもあるでしょ。配信で起こったことは配信で蹴りつけるよ。彼女が俺のアカウントハッキングしてニコ生のコンビ爆発したわけだからさ、それが配信者としてのけじめでしょ。とにかく待つよ、俺は。彼女がやったことは俺がやったことと同じだと思ってるから。ここで配信切るようなら配信なんかやってねえよ。
家の前で待ってる。うん。俺待ってるから、のんたん。うん。会って話しよう。顔見ねえと帰れないから。俺の家まで来てくれたんだろう、今日。ああ、俺が仕事してるとき昼間家にいたんだろう。お前が俺のことさ、配信で大手になるためにいろいろ裏で動いてくれたことすげえ感謝してるから、俺。みどりさんに電話してくれたりとかさ。うん、分かってるから。顔見たら帰るよ。顔見たら帰る。お前が怪我したときさ、お前がさ、俺の家で指切ったときさ、救急車呼んでくれ、助けてくれたリスナーさんもいるんだよ。あの900人の中に。お前のこといい彼女だねって言ってくれてるリスナーさんもいっぱいいるんだぞ。幸せになれよって言ってくれてるリスナーさんもいるんだよ。みんながみんなお前のこと嫌いなわけじゃないから、それは忘れないで。俺は配信者だからね、お前が悪くなくてもリスナーさんのことかばったりとかさ、 お前が叩かれてる時にさ、リスナーさんにね、辛い思いさせたかもしんないけどさ、お前のことすごく大事に思ってるよ。
箱井とかリスナーとか関係ないでしょ今。な